南に貫く。人口は80万人ほどで山西省南部でも人口の多い県である。県の中心の大円樹樹鎮には、大円樹樹広根祭祖園、祖山監獄、広勝寺などの名称旧跡がある。高動県は林墳盆地の北端にあり、西には各岳がそびえ、川々が北から南へ、県域の中央を貫いている。 面積は1494平方キロメートル。山西省の南北交通の幹線が走る要衝で、かつては、街道や川川の水運が重要であったが、現在は、鉄道や国道、高速道路が縦断する。古代には、洋と称され、春秋末年には、進むの皇族、羊舌市出身の最小羊舌が、食有として、洋お菓しされた。 全514年、その息子である、養殖画の第二、羊絶氏は、進むの有力貴族集団の陸系に滅ぼされ、その左右は、養子、平養、道の三県に分割され、行動地区には、養子県が設置された。全館が成立すると、養県と解消されている。北朝の闘技の時代になると、相次ぐ、戦争のために、養県には、兵の駐屯地となる。 新たな城が築かれ、広しほら守ると名付けられた。随末の617年、後に東大を建てる利縁により行動権と解消された。1954年に頂上権と合併して広し長権とされたが、1958年に行動権に解消され現在に至る。1303年9月17日には M8.0。 と推定される高度地震が発生現在の三聖省を中心に死者20万人から40万人の被害を出したその後の元末民発の戦乱で国土が荒廃し全国で人口が激減したが山聖省では好調な経済活動により人口が増加していたため明朝では後部年間以降数十年にわたり山聖省から カナリンやチャンス省など中原の各省への大規模な移民が行われた。移民は行動県城の北にある大きな円樹の木の下に集められた後に各地へ送られたため、中国には今も山西広史堂大円樹樹から一族の先祖が来たというような伝承が残り、生命説には海外在住家境を含む大勢の人々が大円樹樹広根祭祭に集まって、 祖先を祭る、高度大円樹樹広根祭り祖体展が行われている。高校業の盛んな土地であるが、労働問題も発生している。この県にあった闇レンガ工場では、河南省から来た民工や児童労働者などを大量に、酷使し、虐待を加え死傷者も発生していたが、2007年に、告発によりその惨状が明るみに出て、マスコミの大きな話題になり、 中央政府も対処に乗り出す事態になった。また2006年12月5日には、左木里紅光村の信用炭鉱で売人に、因果し爆発する事故が起こり105人が犠牲になった。同川の線が川水の東に並行して、行動圏を南北に貫き、県内に、頂上、高動、官邸の3駅が設置されており、 行動駅はは三島駅になっており、毎日中長距離列車が10本以上停車している。工場の専用鉄道である昇華省鉄路線線は、頂上鎮で分かれ、名境鎮を経て、広勝寺鎮の昇華省に至る。道路では南北に、大雲高速航路と108国道が走り、東西方向には309国道、広市古地、長葛航路が走る。行動圏は、 中国国内でもカトリックの信者が集中している地域で、行動教区には3万人以上の信者と30カ所以上の聖堂があり、県城の中心部には、司教座聖堂として、行動天主教堂が立つ。1932年には、ロアン教区から、行動大牧区が分かれ、1950年には、行動教区となり、官邸筆が、初代司教となった。 1958年、中華人民共和国政府は無神論化の実験を行う県として、行動権と石膏省平用権の2件を選び、同年、行動天主共同は解体され、当地のカトリック共同体は消滅の危機にさらされた。現在のゴシック様式の天主共同は、2002年に再建されたものである。AB 行動党盾網端。 高度県基本状況場スケモンが祖先、在塾山西広史堂大園樹樹、大元日報国内外の子孫1万人余り、古園樹先祖を祝う http コロンスラッシュスラッシュ pekin-media.juhuem.jp スラッシュ井戸イコール144食沢目驚き新霊人、初市、山西広史堂、12号高南追唱、新加網。 http://news.xin-huanet.com コロンススララッッシシュュスラッシュ newscenter スラッシュ2007-12スラッシュ10スラッシュコンテント7225670 htm 大元鉄路局車単管助 http://www.tytlj.com コロンススララッッシシュュ cn ttcs, isc, hmcwdhtz, htm. ありがとうございます。